皆さんはテテの兵役中の最新情報をどのようにピックアップしているでしょうか。テテが2023年12月に入隊し、早くも3ヶ月以上が経とうとしている今、一瞬で見てもわかるほど、さらにたくましい体つきになってきていますよね。そんな姿だけでも、テテが軍隊の中でどれだけ一生懸命鍛え上げてきているのかがわかります。これまでいろんな過酷な訓練を乗り越えて、日々一歩ずつ前進しているテテ。今回はそんなテテのこれまでお伝えしていない兵役中の最新エピソードについてご紹介します。現在第2軍団の SDT に配属されているテテ。 SDT とはテロ対応や人質救助などの厳しい任務を担当する部隊です。この SDT は対テロ及び市街戦訓練を受けて、初動措置、対テロ作戦、要員警護、武装脱衛兵逮捕、一般災害救助任務などを遂行するといいます。それぞれの特殊任務遂行能力を備えていなければいけないために、書類や面接だけでなく体力評価の過程を通して厳しく選抜される部隊なのです。また SDT として活動していく中でも、基礎体力鍛錬として野外での筋力トレーニングや持久走、その他の運動などを日常的に行っているようです。しかしこの日常的なトレーニングの内容が、一般的には考えられないほど過酷なトレーニングだと言われています。実際に行っているという SDT の基礎体力鍛錬の様子が収められている動画が公開されていますが、その過酷さがよくわかる内容となっていました。サーキットトレーニングとして、体力心肺や持久力、筋力抵抗性の強化を目標に様々な運動を混ぜて行っていて、これを一つのセットとして繰り返しトレーニングをするそうです。さらに驚くことに、このセットトレーニングは休憩なしに続けて行うというのです。このような大変なトレーニングは日常的に行っている基礎の運動であると言われていて、テテも SDT として本格的に任務がスタートしてから、この過酷なトレーニングを習慣としてやっているのだと考えられます。テテが所属している第2軍団の SDT では、四半期ごとに1回特攻武術の商談審査を受けることができるそうです。この審査は一般武術の商談審査とは異なっていて、現役の特殊戦司令部特攻武術評価官が評価するために、実力がなければ談笑を受けることができず、大会などで体力勝負の実力を証明する機会があると言われています。ここで実力を発揮させて評価されることによって、特任隊の中でもエリートチームに選抜されたりと、商談する機会もあるようです。テテもこのチャンスをしっかりとつかむべく、日々過酷なトレーニングに励んでいることでしょう。2024年3月2日の夕方頃、テテは突然自分の公式インスタグラムアカウントでストーリーを投稿して、アーミーたちへのメッセージを残してくれました。そのストーリーには2枚の写真が添えられていました。1枚目はプロモーション写真と思われる、テテの魅力がたっぷり詰まったモノクロの写真。2枚目は BTS メンバーと共にダンス練習をしている風景を写した映像を投稿していました。その中でも2枚目の映像には、アーミーへ送ったと思われるメッセージが添えられていたのです。アミ、僕のこと忘れてないですよね。僕まだ生きてるよ。僕たちのことたまには思い出してくださいね。 BTS として、そしてキムテヒョンとしても軍空白期間に入っている今、アーミーたちが変わらず自分のことを忘れていないか、ふと気になったのでしょうね。少し不安に思ったのか、アーミーたちへそのようなメッセージを残したのです。このメッセージを見たアーミーからは次のような反応が寄せられていました。テテを忘れるなんてありえない。毎日動画を見て帰ってくるのを待ってるよ。入隊前の気持ちと変わらず、ずっとずっと大好きだよ。辛いことがあってもテテや BTS のことを考えて曲を聴いて頑張ってるよ。だからテテも心配しないで、ファイティン。変わらず毎日大好きだよ。愛してる。など、多くのアーミーからテテへ愛のメッセージが送られていたのです。
そしてテテはウィバースにも訪れてアーミーの投稿に対して返信をしてくれました。テヒョンは息をするために思い出してますよ。いつも心の中で輝いていますよ。忘れてませんからね。気楽に健康に過ごしています。変わらずここにいますから。ボラヘヨ、という投稿をしたアーミー。これに対してテテは、それならよかった、僕はなんか僕の片思いなのかなと思ってた、とコメントしました。またどれくらい太った、いっぱい食べてる、というアーミーのコメントに対してテテは、キムテヒョンの想像は現実になるところを撮っているところ、この感じで食べて運動して訓練したら86キロいける、とコメントを返していました。この他にもテヒョンは、運動はうまくできてる、元気に過ごしてる、というアーミーからのコメントに対しては、あと少しだけ待っててね、1年後無駄な肉だけ痩せて筋肉マン2世取るからね、とテテらしいユニークなコメントを返していました。久しぶりにテテとアーミーのやりとりを見ることができて、懐かしさがこみ上げただけでなく、止まっていた時間が再び動いたかのような心温まる時間となりました。軍隊の中でどれだけ忙しく過ごしていても、やはりアーミーのことをひとときも忘れずに、逆に自分のことを忘れられていないかと不安になっていたテテ。そんな彼に対して少しの時間でありながらも、アーミーは活動期と同じようにテテへ愛を届けられたのではないでしょうか。韓国の歌姫である IU が約2年ぶりに新曲を発表しました。新曲「Love Wins All」の MV が IU の公式 YouTube チャンネルで公開されると、各方面で大変話題となりました。この MV が注目されている理由として一番に話題となったのは、テテが出演しているという点です。このビハインド映像も公開されたことから、さらに話題性が加速していきました。Love Wins All は、ヴィンテージなメロディーに乗せたミニマルなバラードソングとなっていて、朽ちていく世界と美しい恋人たちの対比がよくマッチしている、壮大な世界観を感じさせる一曲となっています。そして、この曲の MV でテテは IU の恋人役として出演しています。レイオーバーのソロ活動中に IU's パレットに出演したテテ、その際にこれからは演技もやりたいと語っていました。そして IU からどのような作品に出演したいと聞かれると、スリラーと答えたテテ。 Netflix の The End of the Fucking World をご存知ですか？あの作品を見て演技に対する考え方が完全に変わりました、とも語っていました。そして、演じてみたい役はある、と質問されるたびにその話をしています、とも話していて、この作品に大きなインスピレーションをもらったことを明かしていました。それから約4ヶ月後に公開となった IU の新曲「Love Wins All」。この MV は単なる MV というよりも短編映画を見ているような錯覚になるほど濃い内容となっています。ディストピアや SF、スリラーのような容姿をしたテテの姿が見ることができ、スリラー作品に出演したいと言っていたテテの夢を IU が叶えたと言っても過言ではない作品となっているのです。普段は兄弟のように仲がいい IU とテテですが、 MV の中では美しい愛で結ばれた恋人として演じていました。とても悲しい内容でありながらも、決してバッドエンドではなく、肉体が滅びても魂は永遠の勝利を収めた2人の甘く切ないラブストーリーのようにも感じました。また MV 中で IU が握った武器をテテが取り上げた後に迫ってくる敵が「シチタの砂糖みたい」といったアーミーからの反応も見られました。テテが広告モデルを務めているシムインベストにて、新たなプロモーション映像のビハインド動画が公開されました。そこにはなんと大スターであるジャッキー・チェンさんの姿があったのです。世界的人気を誇る2人の共演に、これは豪華すぎると、大変話題となりました。この動画の中には
ジャッキー・チェンさんからカンフーを教えてもらうテテの姿が収められています。どことなく無邪気な雰囲気を感じるテテの姿がとても可愛らしくて微笑ましくなります。そして多くのアーミーが注目したのがテテとジャッキー・チェンさんが挨拶を交わしてハグをしていたシーンです。ハグをした時に見えたジャッキー・チェンさんの手にはなんとテテのソロアルバムであるレイオーバーが持たされていました。テテは今回ジャッキー・チェンと共演するにあたって自分らしい音楽がギュッと詰まったレイオーバーをぜひ聴いてもらいたくてプレゼントしたのではないかと思われます。ビハインド映像の中で登場した瞬間は大御所感漂っていたジャッキー・チェンさんでしたが、テテと握手を交わしてからはリラックスしたように可愛さを感じさせる姿を見せてくれていました。礼儀正しく人懐っこいテテなのですぐに打ち解けられたのではないでしょうか。とにかく世界的に有名で人気のある2人が今回このように共演を果たしたことに多くのアーミーは驚きを隠せない様子でした。2024年3月15日にリリースされたテテのデジタルソロシングル「フレンズ」。このリリースに先駆けて6日に BTS の公式 SNS にてショートフィルムが公開されました。約1分間のこのショートフィルムの中にテテの姿はありませんでしたが、映像内に隠されている意味やメッセージに関してアーミーたちはいろんな反応や憶測をしていました。そもそも「フレンズ」という曲名が公開された時点で「エンド」という文字が強調されていることからさまざまな憶測がされていました。そんな中で公開されたショートフィルムの中でも「フレンズ」と「エンド」を強調するシーンが多く盛り込まれていて、友人と終わりという意味がこの曲の大きなキーポイントとなっているのではないかと多くのアーミーが予想していました。しかしショートフィルムを見ていくとこの2つの単語以外にもいくつかの単語が現れていて注目されました。それがどのような単語かというと、デッド、フィード、サイレン、ダイン、ディザイアという合計5つの単語です。スラングなども考慮してそれぞれの単語の意味を調べてみると、死ぬほど最高に、うんざり、警告、あなたのものなどと捉えることができ、どれもフレンズの中で重要な役割となる単語なのではないかと考察されていました。公式からは今回の新曲についてラブソングと発表されていましたが、今回このショートフィルムが公開されてからアーミーたちは単純なラブソングではなさそうだ、少し不気味な感じ、ストーリー性がある曲なのかなという反応が寄せられていました。2024年3月中旬、また新たに SDT で活躍しているテテの情報が入りました。テテと同じ SDT に所属するある兵士の知り合いが軍隊でのテテの様子を投稿してくれたのです。テテが現在所属している SDT と呼ばれる軍事警察はクルー勤務で活動しているといいます。そのため決まった食事時間にも勤務しなければならないことも多いそうです。通常兵士たちは決まった時間にお昼ご飯を食べに兵士食堂に行くのですが、 SDT に所属する兵士たちはクルー勤務であるために兵士たちがたくさん集まる兵士食堂で食事をすることはあまりないというのです。そんな中、ある日兵士食堂でテテを見かけたというある兵士はテテがジャジャン麺を軽く平らげている姿を見たといいます。また別の時にはチャヨチャヨというスティックタイプのヨーグルトだけを食べている姿も見かけたそうです。テテが兵士食堂に姿を現すのは珍しいことだったようで、ジャジャン麺やチャヨチャヨなど軽食程度のものだけを食べていたということで、やはり SDT は忙しい部署であることがよくわかります。チュンチョン第二部隊の SDT に世界的大スター BTS のメンバーであるテテが所属しているということで、軍の中でもとても有名になっているといいますが、さらに周囲の兵士を驚かせているのはテテの輝かしいビジュアルです。テテのビジュアルに関して軍隊の中で伝説になりつつあると言われていて、どんな場所にいてもテテのオーラは隠しきれないほどの美貌であることが改めて実証されました。さらに最近髪の毛を切ったというテテ、
兵役中のため短髪になっている彼ですが、どんなヘアスタイルになっても変わらないビジュアルの良さに誰しもが驚きを隠せないようでした。第二軍隊は高校の建物が3つ分あるほどの大きな組織であり、一つの軍事部隊としてたくさんの兵士が生活しています。それほど大きな部隊であってもたちまち話題沸騰してしまうほど、同性をも魅了するテテのビジュアル。テテとすれ違った時には思わず振り返ってしまうほどかっこいいと軍の中で噂になっているようです。現在の姿は BTS 活動期とはまた違って、さらに男前になっていることでしょう。今回はこれまでお伝えしていなかったテテの兵役中のエピソードについてご紹介しました。日々過酷なトレーニングに励んでいるテテですが、いつでもアーミーへの思いは変わらず気にかけてくれていたテテ。毎日忙しくしていてもアーミーに忘れられていないか、テテ自身も不安なのですね。しかし今回 SNS に顔を出してくれたテテが直接アーミーとやり取りをしたことで、お互いに安心したのではないでしょうか。また兵役中でも再びアーミーへとコンテンツを残してくれていたテテ。まるで今も活動しているかのような錯覚も感じるほど、テテの芸能としての活動への意気込みや情熱がひしひしと伝わりました。そして毎度驚かされるのが、同性だらけである軍の中でもテテのビジュアルの良さがたちまち話題となるほど良すぎるということです。 BTS としてソロとしてのビジュアルはもちろんのこと、軍の中でもその輝きを全く失うことなく、逆にさらに輝いているようにも感じさせるテテのビジュアルの良さには本当に感心しますよね。さすがテテと言いたくなるような情報でした。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘ。